ボイズ TV。 おはようございます。本日はですね、 JR 新宿駅に来ております。今回はですね、ここ新宿駅から JR 線から東武線に直通する特急日光1号に乗って終点の東武日光駅まで行きたいと思います。こちらがですね、今回乗車する特急日光1号の特急券です。始発駅新宿から終点の東武日光まで乗車します。新宿を7時31分に出発し、東武日光に9時28分に到着します。新宿から東武日光まで約2時間で結ぶんですね。こちらがですね、今回乗車する特急日光に使用される JR 東日本の特急型車両253系です。253系は2010年まで成田エクスプレスで使用されていた車両で、特急日光として活躍している253系は成田エクスプレスを改造して作られた車両になります。今回乗車する特急日光は JR 新宿駅と東武日光駅を結ぶ特急列車なんですね。JR と大手私鉄である東武線で直通運転がされている列車になります。新宿から途中の栗橋までは JR 線を走り、栗橋から東武日光までは東武線を走ります。 JR と大手私鉄で直通運転される特急列車は非常に珍しいですね。かつて JR 線と東武線はライバル路線だったんですね。 JR 線は路線網が豊富なため、 JR 線へのアクセスが非常に便利な反面、宇都宮駅を経由する必要があるほか、宇都宮駅で JR 日光線に乗り換えをする必要があったんですね。対する東武線は特急列車を使えば乗り換えなしで行かれる反面、浅草駅が始発なため東武線へのアクセスは少し不便です。 JR 線と東武線、互いにライバル路線でありながらも互いのメリットをつなぎ合わせた結果、 JR と東武が手を組み直通運転が実現したわけなんですね。特急日光は新宿駅を出ると池袋、浦和、大宮の順に停車します。途中の栗橋で JR 線から東武線に入り、栃木、新鹿沼、下今市、終点の東武日光の順に止まりますね。私が指定したのは4号車ですね。4号車、乗車口から車内に入っていきたいと思います。指定席となっておりますので、お手持ちの特急券をお確かめください。なお、指定の座席
外をご利用のお客様には切符の確認をさせていただきます。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。次は池袋に止まります。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Nikko No. 1 bound for Tokyo Nikko. All seats on this train are reserved. Your tickets may be checked. Please do not smoke on this train.ご乗車ありがとうございます。
の電車は東武線直通特急日光1号東武日光です。特急日光として使用されている253系は
2010年まで成田エクスプレスとして使用されていた車両を改造した車両なんですね。253系が成田エクスプレスとして使用されていた頃はスーツケースが置けるよう大きな荷物置き場がありました。成田エクスプレスから特急日光用として改造された今も大型の荷物置き場が残っているんですね。そちらを見ていきたいと思います。このように成田エクスプレス時代に荷物置き場として使われていたものがそのまま使用されています。特急日光は外国人観光客が多いということで成田エクスプレスの時の荷物置き場をそのまま残しているようです。終わらないといけないね。
新宿から1時間57分、終点の東武日光駅に到着しました。東武のスペーシアと JR 東日本の253系が顔を並べていますね。日光には JR 日光駅もありますが、こちらの JR の車両が到着するのはもちろん東武日光駅になります。今回はですね、新宿から東武日光まで特急日光1号に乗ってきたという動画でした。特急日光のように JR と大手私鉄で直通運転がされている特急列車はとても珍しいですね。 JR 新宿駅と東武の鬼怒川温泉駅を結ぶ特急鬼怒川号、スペーシア鬼怒川号も JR 線と東武線で直通運転がされていて、特急鬼怒川号は特急日光と同じく JR 東日本の253系が使われていて、特急スペーシア鬼怒川号は東武のスペーシアが使われています。他に JR と大手私鉄で直通運転がされている特急列車は小田急新宿駅と JR 御殿場駅を結ぶ特急富士山号がありますね。特急富士山に乗車した動画は下の説明欄に URL を載せておくのでぜひご覧ください。皆さんも日光へ訪れる際には特急日光で快適に移動してみてはいかがでしょうか。今回の動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。